田様、見えますか？まだこの世界にも美は残されています。ウェイトロンが注文をお受けします。キッチンへは入らないでください。衛生管理のためです。お分かりでしょ。そうだ、そしてマサチューセッツの州知事でもある。暫定州知事グラハム様、なんと光栄です。旦那様、これで遅れた理由が分かりました。非常にお忙しいでしょうからね。さて、新しい業務就任を歓迎いたします。落ち着く時間が取れましたら責任者へ報告してください。責任者のオフィスはプラザ中心部にある像の中です。ガレリアは現在一般向けには営業しておりませんが、スタッフと社員はもちろん入ることができます。質問がありましたら喜んでお答えいたします。ガレリアはなぜ閉まっている？申し訳ありませんが、係争中の訴訟がありますのでお答えできません。ゼネラルアトミックス社の法務部へお問い合わせください。責任者は誰だ？ゼネラルアトミックス社の特許登録済みディレクターマネジメントシステム DMS がここガレリアにおいてロボットを操作する責任を担っています。 DMS は人の介在を必要としないガレリアの自律的営業を可能にしています。ここはどんな場所だ？ゼネラルアトミックス社のガレリアは未来のショッピングセンターです。どのお店もゼネラルアトミックス社のロボットであふれ、ロボット労働力の信頼性と多様性をご覧いただけます。どうぞお入りになってゼネラルアトミックス社の技術を体験してください。以上。それでは楽しいお買い物を。標準作業手順からの逸脱は責任者の許可がなければ行ってはならない。素晴らしい。本日の商品デモにちょうど間に合いましたね。さあ、こちらへどうぞ。ゼネラルアトミックス社、コンシューマーロボットの世界的リーダーです。頼りがいのある家事ロボット、ミスターハンディは、単調でつまらない家事からあなたを永遠に解放します。日々の家事や育児、お使いからエンターテインメントまで、どんな仕事もミスターハンディにお任せあれ。さらに高い信頼性と耐久性、少しのメンテナンスでミスターハンディは一生使えます。運用部門においては最新のハイテク運用ハードウェアを装備したミスターガッティの製品シリーズを自信を持ってお勧めします。よー、共産党のろくでなし、こいつはどうだ。本日の製品デモは以上です。ごきげんよう。
何なりとお申し付けください。販売中のロボットはあるか？あの展示品ですか？いいえ、あくまでも展示品ですから。組み立て用のミスターハンディキットをご提供したいのですが、あいにくすべて在庫切れとなっております。新しいモデルはすぐにでも入荷されるでしょう。もう一度製品デモを頼む。もちろんです、喜んで。さあこちらへどうぞ。ゼネラルアトミックス社コンシューマーロボットのデモは以上です。ごきげんよう。ご用件をお伺いいたしましょうか？ざっと見る時間はある。申し訳ありませんが、ガレリアは閉店しております。通常営業時間内にお越しください。責任者は略奪者へ殺傷能力の高い武器の使用を承認した。ゼネラルアトミックスコンシューマーロボットでは唯一最高の品質を誇ります。全社員へ告ぐ。不審な行動を見た場合、直ちに責任者へ報告しよう。他にご質問がありますか？以上。それでは楽しいお買い物を。標準作業手順からの逸脱は責任者の許可がなければ行ってはならない。ほら、リンクへ上がってください。よろしい、リングに上がってください。エラー。試合ですか？第1ラウンド、はい。やった。いいね。責任者の指示により閉まっている。窃盗犯、侵入者、そして共産主義者に警戒しろ。
はいかが？無料ですよ。置いてあるのはそれだけ？世界的に有名なドーナツを提供したかったのですが、残念ながら数週間前に賞味期限が切れてしまいました。他の商品も同じ状態ですね。唯一大丈夫なのはコーヒーぐらいでしょうか。一杯いかがですか？ここガス漏れが起きていないか？ああ、そうですね。50年くらい前に発注したものがありますが、少々時間がかかっていますね。まあ、大したことありません。おそらく。では、コーヒーはいかがですか？今度にする。ご心配なく。いつでもやっています。完璧に100度まで熱します。後ろへ下がった方がいいですよ。責任者は略奪者へ殺傷能力の高い武器を使用を承認する。指示は完璧。ご立派です。そうにはないですよ。標準作業手順からの逸脱は責任者の許可がなければ行ってはならない。待ってください。18番。サイン起きなかったのですか？サイン以外立ち入り禁止。13番。誰かいますか？もう一度お呼びします。覚えておけ。君たちはゼネラルアトミック社のほかりだ。13番。全社員へ
んでしょう。もしかしてお客様ですか。さてよろしいでしょうか。店舗の商品はすべてあるべきところに配置されています。私が何年もかけて整然と並べたのです。見るのはご自由ですが、絶対に何も触らないでください。責任者の指示に